こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今回取り上げるのは魚の食べ過ぎによるリスクについての研究です。魚は体にいいんだし毎日でも食べた方がいいんじゃないの？そんな風に思った方もいらっしゃるかもしれません。実は JMIC スタディという10万人の日本人を対象に病気の原因を調べている研究から、魚とヒ素と高血圧の関連が発表されました。この研究に参加した方のうち、名古屋地区に住む約2700人のデータを解析すると、魚を1日1回以上食べる人の血液のヒ素の濃度が高く、高血圧と関係しているということが明らかになったんです。ヒ素というと毒性の薬物というイメージがあるかもしれませんが、海や川の水にはもともとヒ素が含まれていて、私たちは魚介類を通して日常的に自然界のヒ素を摂取しています。今回解析を行った医学系研究家、大学院生の香川匠さんはこう話します。で、これまでなんですけど、特に日本人はなんですけど、その食べ物を介してヒ素という、有毒元素にさらされているっていうことが分かっていました。ただそのヒ素っていうのはすごい毒性があるんですけど、その食べ物から摂取したものがその実際に人の疾患リスクに影響するかどうかっていうことは、これまでの研究で明らかにされていなかったところだったんですね。研究チームは参加者の血液の中にヒ素がどのくらい含まれているかを実際に測定しました。その結果、血液のヒ素の濃度が高い人は魚をよく食べる習慣や高血圧の傾向があったということです。魚は積極的に食べた方がいいと言われている現代、この結果を私たちはどのように受け止めたらいいでしょうか？結論から言うと、その他の食事でも言われているように、同じものを摂りすぎると良くないというところに帰着するのかなって考えています。魚ってご存知の通り、そのビタミンとかミネラルとか有用な成分がたくさん含まれているんですよね。タンパク質もたくさんありますし、血液をサラサラにすると言われている DHA とか EPA とか、その臨床的にも適度に摂る分にはすごく有用だっていうふうに証明されている成分がもうたくさん含まれているんですよね。で、そういった結構いい食材としての魚ではあるんですけど、その中で人々の中でその魚を、ちょっと平均よりたくさん食べてしまうような人では、今回みたいにヒ素濃度が増加してしまって血圧が上がってしまうと、適度に食べてその有益な成分も維持しつつ、その毒性のあるヒ素を摂りすぎないようにするっていう、そのバランス的なところがやっぱり、重要になってくるのかなっていうふうに考えています。そして押さえておきたいのが、これは日本だけではなく世界のどの国でも起こりうるということです。香川さんが所属する環境労働衛生学の研究室を主催する教授の加藤正史さんのコメントです。少なくても他の国とか日本に住んでる人の血清のヒ素の濃度が特別に高いわけではなくて、ほとんど同じなんで、ヒ素を介したその高血圧のリスクが上がるっていうことは日本だけじゃなくて他国でもあり得る。これはもうどこでも起こりうる話で、世界中どこでもとは言いませんけど、それはもうちょっと突き詰めると、1日1回以上魚を食べるとちょっとあまりよろしくないかもしれないという、そういう。加藤さんのような労働衛生学の専門家は、普段の生活の中に潜む毒物を見つけて警告するだけではなく取り除く努力もしています。その一環として食品中のヒ素を取り除いてくれる食器も開発しています。ドクター食器という名前で商標登録も済ませたこの食器は、もともとは浄化剤の開発から始まりました。この浄化剤というのはヒ素だけではなく水銀やカドミウムなど10種類以上の有害な元素を取り除く粉末です。これを固めて食器という私たちが使いやすい形にして今特許を出願中だそうです。
食器を使って健康になろうっていう考え方は、まあ、少なくても、2018年とか僕らが特許出した19年の頃は18年に出してるのかな、まあ、なかったんですね。もうね、あまりまだ主流ではなかったんですね。ですから ドクター食器という食器を使って食器に機能を持たせることによって、なんか食べ物の安全性を少し上げられないかなということを考えて、そういう食器を作ってるということです。今加藤さんたちはドクター食器の開発や販売を一緒に展開していける企業を探しているとのことです。近い将来、お店で誰でもこのドクター食器を手に取り買える日が来るかもしれません。今回の成果についてノートの方でも記事を公開しています。研究のより詳しい内容と合わせて、研究室でどんな風に基礎を測っているのかを見せてもらった写真やドクター食器の画像も掲載しています。概要欄のリンクからどうぞご覧ください。それではまた次回まで。さようなら。